はい、皆さんよろしくお願いいたします。こんばんは、聞こえますか？あ、聞こえてます。ありがとうございます。あ、よかったよかった。はい。すいません、歌の途中でコラボにOK してしまったので、お声が出せなくて申し訳ありませんでした。いえ、久しぶりで失礼いす、たし本まし当に。た。はい、今日、結構久しぶりに、はい、そうなんですよね。情報本戦当、略アナリストね。の山岡哲秀先生にお話をお伺いいたします。ありがとうございます。1年ありが半とうぶございます。りなんです。そはうでい、すね。いや、本当、思い出あしりてがくれとうてごありがざいとうごまざいます。す。あ、いやいや、嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さん音声 OK ですということで、はい、大丈夫ですね。はい、はい、今日は、どんなお話をお聞きしましょうか。そうで最すね。近はい、いろんなところに多方面にご活躍で、ね、そうでもね、ないですけどね。今オープニングでもちょっとお写真出させていただいたんですけども、文化放送の方も出られたり、チャンネル桜の討論の方も出られたり、結構あちこちに出ていらっしゃいますね。まあそうでもないですけどね。まあ、たまに呼ばれいえいえいえ。ると、言ってますけどね。はい。はい。ありがまあ、とうごチざャいンネルます。さくらさんの、討論会なんかもね、たまに呼ばれるんですけれども、まあ、こういうね、なんていうんですか、時期なんでね、まそうですよね。あ、うん。まあね、なんかね、山岡さん、すいません、コラボが終了になってしまったので、すいません、もう一度受話器マークを、もう一度押してください。はい、復活していただきました。大丈夫ですはか？い、あ、大丈夫ですよ。すいません、討論番組ですから、あまり2メーターずつ開けて座るっていうのも不可能ですし、ですよね。そうなんですよね。だから人 はい、数をよっぽど減らさないと、2メートそうルでずすつっよていうね。のは難しいし、はい、まあね、なんで、まあちょっと次回、また、来週の多分土曜日かなんか放送のやつの収録に呼ばれてるんですけど、それは多分、スカイプでの参加になあ、るなとる思うほんでど。す。はい、はい。まあ、スカイプでね、議論に入っていけるのかちょっと自信ないんですけど、そうですね。うでん。もまあ、ね、ちょっしと、ょうがないですよね、もうこの時世ですから。はい。うん。で、前回はマスクをつけての討論でしたけども、やっぱりお話ししづらいですか？いや、それはね、そんなに気にならなかったですよ。たあ、だ、そうですか。僕自身はね、そんなに気にならなかったんですけど、結構僕の、左横に座っていた方がですね、結構大声で、結構大きい声で、情熱的に語られていてですね、で、マスクをしていなかったので、ああ、ちょっとね。まあ、かなり、マイクロそうエでアロすゾよルね。が発生していたんじゃないかなと、確かに確かに。思いますけど飛んね。でるんじゃないかなという なるいほろんど。な人に言われましたよね、やっぱね、あれね。ああ、そうですか。もう、このね、まだ皆さん、中国肺炎とか、まあ、中共ウイルスとか武漢肺炎とか、いろんなふうに言われてますけども、新型コロナウイルスがこの世界に、大きな体液を、蔓延させる前と後では本当に世界が変わってしまったなというふうに思います。まあ、山岡さん自身どうでしょう？これはやっぱり人類に対するウェイクアップコールですよね。なるほど、ウェイクアップコールですか。うん、目覚めようで、と。と、はい。そうですね。で、特に日本人にとっては本当に大きなウェイクアップコールだと思いますね。だこの
機会をね、逃しちゃ絶対ダメですね。だったら、そのな目るほ先ど。のね、もちろんこれは大変な事態なんだけれども、ここから学ぶことってものすごいいっぱいあるわけですよ。だから、この機会っていうのを本当に逃しちゃいけないですよね。結論的に言えば、日本という国が本当変わるチャンス。そうですまとね。もなってね、普通のね、まともな国に、生まれ変わるチャンスなんですよね。そういうふうに捉えなきゃいけないと僕は思いますなるほど。ね。で、さっきもうもね、ちょっと毎ツイー日トしたんだね。けど、やっぱりね、拉致被害者をね、取り返せない。で、また、こういう時って本当に、もう戦争覚悟で取り返しに行かなきゃいけないわけなんですけど、で、実際に武力行使をするかしないかっていうのは別問題で、もちろん武力行使したくないわけですよね。でも、そのオプションがあるかないか、いざとなったらやるオプションと、その意思があるというものを持ってないと、残念ですけど、自国民も守れないっていうのが、そうですね。現状ですよね。いや、もうおっしゃる通りだと思います。政治家がその決断をできる覚悟で、その決断を支える覚悟が国民にあるかどうか、もうずっとそのせめぎ合いのまま何十年も来たと思います。せめそうぎなん合いでといすうかよ。ですね、それがせでめぎきな合い、いまま。せめぎ合い、じ、まあ、ジレンマって言えばジレンマなんだけども、でもじゃあそれが本当にジレンマになっていたかどうかと、そのジレンマって言った場合にはね、やっぱり2つの、異なる考え方があって、その間ですごくこう行ったり来たり悩むからジレンマなわけでしょ。でも、日本の場合は一貫して、そういった、防衛のための、だって防衛のために憲法を整備することすらしないできたわけだから、その明らかな矛盾がある、もう小学生だって分かる矛盾があるのに、それをしないで放置してきた、逃げてきたわけだから、それはジレンマとも呼べないと思いますよね。で、大事なことはですね、その今回のこのコロナウイルスの件が、まさにそういう、こう日本の矛盾点っていうのを、ものの見事にさらけ出してくれたわけですよ。そこが緊重要急なん事で態すよ。だ宣言から、ですね。だから、憲法もああいう中途半端なことでね、偽りの平和主義で、拉致被害者を取り返すこともできない。そもそもですね、外国の大統領ですよ。しかも日本に、既に原爆を2つも落として、東京大空襲、都市空襲で何十万人もの一般市民を焼き払った、焼き殺した国のですね、大統領に自国民のことを取り戻すことでちょっと言ってくれませんかみたいなね。それはもう超情けない状態にあるわけですよ。それは、でも大勢の方が感じたと思うんですよね。で、特にこの放送を聞いてらっしゃるような方々は、そういうことを強く感じられたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんですが、そこからね、一歩、ちょっとね、今回のこのコロナウイルスの件からも、そこに共通する問題、通底する問題っていうのを感じ取っていただきたいんですよね。で、それはどういうことかというと、僕は自分が最近始めたオンラインサロンの方で参加してくださってる方々にはずっと言ってることなんですけどね。やっぱりその思考の変化っていう、よく今ね、テレビ見てると、小池さんとか出てきてね、行動変容しなきゃいけないっていうじゃないですか。行動変容をしなきゃいけない。つま言っり、てますね。もう考え方を変えて、もう考え80%方を変えてね。ね、人に会うのやめると。もう人に会うのをやめて80%ぐらいはそれを減らす。つまりライフスタイルが、生活が全然変わるっていうことでしょ。そうだから、ですそよれをね。もって、それをもって行動変容っていう言い方をしてるんですけど、
でもね、今回、日本人にとっては、もう、その程度の行動変容では、足りないんですよ。その行動変容っていうのは、もっと根本的なところから変容させなきゃダメですね。行動変容っていうのは、ただ単に、まあ、人に会わないとか、会社に行かないとか、人との接触を8割減らすとか、そういうレベルだけで考えていたら、せっかくのチャンスを生かすことができないと思いますね。どういうことかというと、今回ね、もうとにかく、まあ、この非常事態宣言を出したのは戦後初めてだということですよね。で、これは、SARS っていうのが流行った時、これ2003年ぐらいですよね。確かね、3年とか4年とか。で、その時に、悪夢の民主党政権で、実は作ってたんですよね、この法律をね。あ、その後が新型インフルエンザか。ごめん。新型インフルエンザが流行った時に、当時の民主党政権で、作ったんですよね。そうですね、11年前でした。だから SARS よりも後ですね。で、その時に、やっぱり、結局、その試験の制限っていうことをものすごく恐れるでしょ？だから、要するに、今回皆さんお分かりになったように、まあ、行動を自粛してほしいと。例えば、まあ、商店も、まあ、店も閉めてほしいですとか、あるいは外出をとにかく抑えてほしい。不要不急の外出は全部控えてほしいとか、そういうことを言うときに、結局それは私権の制限になるから。だから、法的強制力を持たないっていうことですよね。そうなってるっていうのはもう皆さんご存知ですよね。で、なので、そうすると、まあ、何のために、非常事態宣言出してるのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だから最初まあ、にその要安請倍ですさからん、ね、お願いですから。そう、単なるお願いでね。で、結局は一人一人の方の行動に最後は託すということですもんね。まあ、それと受け取り方でどうとでも取れる場合があって、不要不急の場合も、まあ、ご本人が周りから見て不要不急じゃないと思っても、ご本人はね、いやこれは不要不急だというふうに思われたり、そういうところ本当に、だからそ難こをしいですよね。意図的に逃げてるんだけど、だけどね、だから日本、当時僕日本にいなかったけども、その政治家の頭の中もね、何かそういう、とにかく私権を制限するってことはものすごく悪いことなんだと。だからかつてね、戦時中は、それこそ私権の制限で欲しがりません、勝つまではと言って、お国のためには命を投げ出すことが当然だと言って、で、特攻隊まで出したと。だから、その国家の命令で、私権を制限するっていうことはもう本当やっちゃいけないんだみたいな、まあそういうふうなそう考でえす方ね。が根底にあるわけですよね。だから、とことん逃げる。だからこれ本当不思議な法律で、一方では、医薬品とかそういったものの確保だとか、あるいは施設の収容だとかね、土地施設の収容だとか、それこそ私権の制限ですけど、それは強制力があるのに、外出そうとなんでか、すよね。そういうことに関しては、お願いベースですと。で、お願いして、言うこと聞いてくれなかったら、指導になりますと。指導って何だって言ったら、強すぎる、強い、お願いですと。強いお願いって何だって、それ、で、それもでも聞かなかったらどうするんですかと。罰則規定ありませんと。じゃあ、指示にも従わなかったらどうするんですかって言ったら、名前を晒しますと。だから、そういう、恥ね。そういう、恥に恥を訴える晒わけですす、ね。恥に訴える、恥の概念、道徳観に訴えるっていう、訴える。そういう発想なわけね。
それってだから法律弱じいゃでなすいね、の、そうなる本当とに。ね。うん。それってほとんど法律じゃないっていうか、すごいですよね。このだ、まあね、国内に際して、あなたに夜の出歩く、ね、夜の、まあ、閉めてるところもあるでしょうけど、バーやスナックとかの空いてるところにおじさんが行くのを止める権限も何も国家にはないわけですね。だから、その、ねえ。いや、それがだけど、日本人はこれまで、それがだから平和国家だと思ってたわけよね。そうですよね。大事にしてきた個人の自由ですよね。だからそれはもう、そういうふうな、そこまで配慮することが人権への配慮だと思ってるわけよね。そういうでも感ね、じでね、来ましたそれね、でずっ今と。これ書いてくれた人がいるんですけど、それってね、まさに非国民を作り出すみたいな発想でね、こう法的に罰しない代わりに、何かこう、あいつは非国民だみたいな感じで晒して、それで周囲からの制裁を受けるみたいな。そうなると、じゃあ、それで戦前と一緒じゃんってことになっちゃうわけなんですよね。で、そんな発想をするのは、まあ、西側民主主義、自由主義陣営の中で、日本だけですね。そうですよっていうね。のは、他欧の、米はすべてね、民主主義、今その罰則規定で、のあるもので強制されて、それを守らない人は警察が見回ってますから、まあ、逮捕されるわけですよね。違反すると逮捕とか、まあ、拷問という形に。海外だと逆に、まあこれはだから、卑近な例でオーストラリアでは、もう、矢継ぎ早に、まあ、オーダーって言うんだけど、まあある種の命令を自治体レベルでどんどん出していくんですね。で、例えば、まだそのソーシャルディスタンスって最近ね、出てきたけど、そういう距離を取ることを忘れて、まあその辺ね、たむろしてたら、ダメだよとかっていう、そういうのをどんどんこう出していくわけですけど、まあ、やはりですね、全部、それにこう根拠となる法律があるわけですよ。だから、その根拠にも、その法的根拠に基づいて、すべての、そういったオーダー、まあ、依頼、まあ、指令というか、要求というか、っていうものがあるということですよね。当たり前ですね。だから、そうですね。要するに、お願いするって言うと、聞こえはいいけど、お願いするって言うと優しく聞こえるけど、だけど、それはだから私権を制限してるわけでしょ。学校を休校にする、ね、居酒屋に行くなとか、夜のナイトクラブ行くなとか、全部それは、私権を結局制限してるわけでしょ？だから、そう、私権を制限するんだったら法的根拠はなきゃいけないっていうのが、本来の民主主義の考え方よね。わかりますでしょ？だから、そこはすごい勘違いがあるわけですよ。だから、お願いっていうと優しく聞こえるんだけれども、だけど、実はその、法的根拠がないのに他人の行動を制限しちゃいけないわけですよね。それは人権の侵害なわけですよ。だから他人の行動を制限するんだったら、ちゃんとした法的根拠はなきゃいけないんですよ。これがだから法治国家の原則でしょ。だから法律によらないで他人の行動を制限しちゃいけないんですよ。それは人権の侵害ですよ。というふうに、西洋諸国では考えるので、だから、バンバンその法的根拠に基づいて、私権を制限していくし、まあ、それを破ったら、刑事罰なんですよね。それはクリミナルオフェンスと言って、刑事罰なんですよ。だから罰金とか、あるいは懲役刑なんですね。で、なんか最近、歌舞伎町で、おまわりさんが出てきてね、
で、ちょっと皆さん何やってんですかみたいなことを言って、で、結局はだけど、あんな歌舞伎町にあんな人がいっぱいいたら、まあ、それはおまわりさんもそう言いたくなるだろうし、やばいっていうのはあるだろうと思うんですよね。そうするとやっぱ結局は、これだけ、まあ、やめろと言ってもね、まあ、だから日本人だから、まだ、ある程度通用するわけですよね。良くも悪くも。日本人だからほとんどの人、まあ、ほとんど多くの人が、あ、そうなんだと思って従ってくれるじゃないですか。それをまあ、民度が、高い、まあ、高いっちゃ高いとしときましょうか。だけど、お上にね、言われたら、従うってのは日本人だから、まあ、ある程度やめると。でもやっぱりね、一定数やめないんですよね。で、だからその歌舞伎町に出ていく人たちもいるし、それから一番ね、ひどかったのが、今問題になっている、慶応大学病院の、研修医とか、若手の連中、が、なんか飲み会やってすげえランチギ騒ぎして、なんか男同士でキスするみたいなことまでしてて、で、クラスター作っちゃったって、もう全くシャレにもならない。後から感染があったことでバレてしまいましたね。バレてしまいましたっていうか、分かってしまいましたね。だから、だから、結局は、日本でね、日本だったら、もうやめてくださいって言えば、まあ、比較的みんなやめてくれる国民性だったとしても、それでもやっぱり一定のね、一定の割合では、言うこと聞かない人がいるし、やっぱりおまわりさんが出てってね、ちょっとって言わなきゃいけない局面になっちゃうわけじゃないですか。そうでで、すそのおね。まわりさんが警棒を持ってたのがおかしいとかってなんかわけわかんないこと言ってる人もいたけど、だからで、取りだっ締またるら、側のおまわりさんも困りますよね。罰則規定も逮捕もできないとなると、注意しかできないということになる。本当、ただ困るだけのね、犬のおまわり困さんりになっまちすゃうわよけね、で本すよ。当。なんでお前にそんなこと言われなあかんねん。いやいや、こういった法律がありますからっていうふうに答えられたらいいんですけど、いや、お願いしてるって っていう、要請してるんで、国家としてというふうにしか言えないという、だからおそう願するいをとね、結局ね、聞くのが嫌だっていう人は、それはいますもんね。だから結局はそのオーストラリアみたいに明確な法律に基づいて明確な、まあ、命令というかね、を出すと。で、そこには罰則規定もあるという、結局はそういうふうにこうはっきりしないと曖昧になっちゃってね。で、なんか店開けるのか開けないのかも迷っちゃうみたいなことになってっちゃうわけですよ。だから、お願いベースで、まあ、ものを済ませるっていうのはもう、そういう、もう時代的にも限界なのと、それから、やっぱりね、そこで緊急事態宣言を出しても強制性がないというのはね、もう、それはもう日本人の、まあ、日本政府の逃げなわけよね。あれ完は全世に。界では結構ちょっと驚きの、反応だったんですけど、海外の反応が。もちろん、唖然としまやっぱすりよ。異常なことですか。もちろん異常なことはもちろん、もうありえないでしょ。だから、日本人は、そういうふうなことを、優しいね、平和主義的な行為だと思ってるんですよ。だから僕たちは平和的な国だから、平和主義だからね、そこま国民での気を使ね、って皆さね、んにお願いをすれば、強制的なことをしなくてもきっとやってくれるんですよと。まあまあ、そう、もちろんやられる真面目な方が多い国ですけれども、まあ、全てので、方そがれ必で、ずやねで、自分たちはそれえ。で平和な国だと。ね。だから外国に、侵略戦争を仕掛けていくような乱暴な国じゃありませんと。こんな平和な国なんですと。と、自分たちは思ってる。だけども、外から見たら、今ね、戦後75年経とうとしていて、で、外から見たらね、
なんだこいつらっていうのが本当なんですよ。何考えてんの、やっこいぱつりら異バ常カでじゃすねえか。と思われるんです。何考えてんのって。で、逆に、こいつら無責任だなと。きちんとした法律で、きちんとしたポリシーでね、きちんとやらないで、こんな適当なこと言ってる。しかも遅れに遅れて。もっとすごい早い段階でやるな、ともかくね。遅れに遅れて、これかえと、こいついい加減だな、というふうに見られるんですよ。国家の一大事に試験の、取り締まりもできないっていうのは、国家としてどうだっていうふうに見られるんですか？そうです、そうです、そうです。だから、それは決して、なんか優しいとか平和的っていうよりも、こいつら無責任で、国家の体を成してないなと。もっと言えば、こんな国と同盟組んで大丈夫かと、その同盟国だって、いざという時絶対頼りにならないだろうと思われますよ。統制が取れないというふうに思われるということですか。そう、統制ができてないっていうことですね。だから、よくね、まあ、会社勤めの方なんかは、聞いたことあると思うんですけども、まあ、コンプライアンスっていう言葉あるじゃないですか。だからやっぱり、まあ、それは日本語で言うと統制ですね。ですから、やはり、それはこう管理していくってことなんですけど、特にこう危機的状況に陥った時には、それはもう完全に平時から有事に切り替えて、で、その有事のコンセプトで統制していかなきゃいけないっていうのが、まあ国際常識なわけですよね。だから、そうですよね。いや、おっしゃる通りですよね。例えば、まあ、学校とかでも、まあ、高校以上になったら、こういう学校の決まり規範を守らない人は停学になりますよ。で、まあ、こういうひどいことをすると退学になりますよっていう規範は会社でも学校もある程度の年齢になったらありますし、どこにも日本のどこの世界にも規範はあるはずで、まあ、それが刑法だったり民法だったりしますが、国家の一大事に国民を統制できる決まりはないと、本当にポカッと抜け落ちてる状態ですよね。なので、でね、ここはね、ちょっと音声おかしくなっちゃったな、これ。直せる？大丈夫ですか？なんか、すごく、ラグタイムがあるんだけど。あ、あるんですね。そういう時に、一回、なんていうんですかね、コラボ入り直ししてみてください。一回切りますので、もう一回受話器マークを押してください。はい、ちょっとお待ちください。もう一回上がってきていただきます。はい、ありがとうございます。もしも今大し。丈夫ですか？どうですか？はい。で、今大事、戻りました。はい。で、それでね、これね、ちょっと、はい。ちょっと、あまり難しい話はしないけど、ここちょっとご理解いただきたいところあるんですけど、これ緊急事態宣言って出すじゃないですか。で、その時何が起こるかというと、要するにそれは、今回日本の場合もそうですけど、自治体のトップ、要するに市長ですね、知事ですね、に権限を与えるっていうことでしょ。だから、そうです、そうです。権限を与えるっていうことなんですよね。で、これ英語でエンパワーメントって言うんですけれども、例えば、まあ、そのオーストラリアの法律なんかを見てみるとですね、読んでみるとですね、そういう緊急事態になった場合にはですね、これ、まあ、オーストラリアってのは、面白いことに、未だに国家元首はエリザベス女王なんですよ。で、名目的にはああ、ね。そうですか。そうなんですね。知らなかったです。で、エリザベス女王はオーストラリアにいないから、だから、その女王の代理人がいるんですよ、オーストラリアに。で、で、それをガバナージェネラルって言うんですけど、まあ、提督ですね。女王の代理人としている提督。でも実質ね、本来の、
まあ、もちろん政治的なことはやらないんです。日本の天皇陛下と同じでね、まあ、象徴的な存在なんですが、この緊急事態宣言というのを、首相じゃなくて提督が宣言して、そしてしかるべき担当者にパワーを与えるということ。つまり、権普力段はを。持ってない、そうそう、普段は持ってないパワーを与える。この緊急事態を乗り切るためのパワーを与えるわけですよ。なるほど、なるほど。そう。なるそほれがど。根本の発想。だから普段は持ってないわけ。普段、その力を持っちゃいけない、持ってないわけ。でも、いざという時には、それができるという法律があって、その法律に基づいて発動されると、その権限が与えられるっていう、そういう考え方ですね。なるほだど。から、よくわかります。だから、日本の、緊急事態宣言というのも、各知事にですね、その権限を与えるということですね。ですから、その有事対応として、権限、知事が合法的に強い権限を持って、私権を制限していくという、そういうことになるわけですね。そで、うですね。そうなるとですね、それはだから、さっき言ったエンパワーメントですから、これはもう各自治体の、首長がですね、まあ、日本、まあ、知事がですね、どんどん決めていかなきゃいけないんですよ。だ例えばですね、まあ、オーストラリアの場合は、ニューサウスウェールズ州とか、ビクトリア州とか、いろんな州がありますよね。だから、州によってね、やっぱ違うんですよ。まあ、状況も違えばね。だから、例えば罰金の額も違う。全然違うんですよ。なるほど。だニュースアスウェルズ州の方が全然厳しいとかね。本当に1人100万円ぐらい、チャージされちゃうとか。もう全然その罰金の額も違ったりするわけ。だから、その州、自治体によって違っても、それはおかしいことではないんですよ。で、ただ日本の場合はね、ちょっと見てるとね、緊急事態宣言出してから、緊急事態宣言を出してからね、なんかすり合わせしてんですよね。なんで先に考えてないんだってことになるけど、で、なんか国との折衝してんですよそうですね。ね。で、これも本当はね、本当は国、だから緊急事態宣言で知事に権限を渡すんだから、もう、例えば小池さんが決めたらもうそれで走んなきゃいけないんですよね。だけどっていうのは折衝して何日も時間費やしちゃったらもうその間にもどんどん事態が悪化しちゃうでしょ。スピードが命ですから。それで折衝してる内容っていうのがまた意味わかんなくて、要するに政府はもう経済をもうとにかく落としたくない一心だから、緊急事態宣言出してるのに、いや、デパートはいいんじゃないのとか、居酒屋はいいんじゃないのとか、変わりましたね。それと確かか、に。後から。パチンコ屋もいいんじゃないのとか。わけわかんないって、80%ね、80%を人に、接触を減らさなきゃいけないと。これはだから専門家チームの提言なんですよ。これはね。定量を計算をして、この拡大を防ぐためには、とにかく80%まで減らしたら、80%減らせたら、その感染率を1以下に下げることができるという計算に基づいている提言なんですよね。で、だから総理自らが80%に減らし、8割に減らしますって言っといて、そうですよね。なんで居酒屋 OK でパチンコ屋 OK なわねえ。け？わけわかんないでしょ。で、でもそれに小池さんが抵抗してて、で、パチンコ屋ダメになって、パチンコ屋も閉じますと当たり前だけど、で、それで、でも居酒屋は、8時まで営業で、お酒を出すのは7時までとか、わけわかんない。そんなことぐだぐだね、調整してるうちにね、貴重な時間が、ね、失われていくわけですよ。やっぱりいろんなところに要請しながらも、じゃあそのお願いを聞いたら、売り上げの保証してくれるのかっていう話になるからだと思うんですけど、まあ開けてようが、閉めてようが、今、
前と同じ売り上げではなかったとは思うんですけど、前と同じ売り上げで保証してだみるから、というのかとかですね。だからそれは、まあ、だから一定のここまでは保証しますとかっていうふうに、それも言い切らないと、もちろんね。だから、完全に全く同じようにとは言えないし、だけど、どこまではやりますってことを宣言した上で、それをもうさっさと、止めなかっでたもらないですね。山岡さん、USJ とか、まあ、人気テーマパークがディズニーランドとかディズニーシーがもう閉じたじゃないですか。あれでツアーとかもドーンとなくなりましたから、そういう意味ではああいう大きいテーマパークがこう休業っていう早めの油断してくれたのは、あれはだいぶ大きかったなと思います。で、まあ、そうですね。結構そういうふうに休業補償を求めずに早めに、まあ、そういういろんな公共施設っていうか別に、公立に関わらず私立のところも結構ね、あちこち閉められてるのに、なんか芸能界の方の要請があったり、銀座の方と銀座の、ね、ママさんたちから要請したり、なんかこういろんなところで温度差出てますよね。まあ、だからそこはだから、こういう時は、だからこういう時はですね、強権発動しなきゃいけないわけですよ。ってことでしょうね。でもしっかりしただガイドから、ラインっていうのがなかったゆえに、出した後もフラフラしてるし、出した側も出された側も落ち着けないんですよね。ここはいいのか、ここはダメなのか、どうしてくれるのかみたいな。だから緊急事態宣言を出すっていうのは本来そういうことなんで、もちろんその心理的な意味もありますよ。だから、ね、シンマさん書かれてるように、本当本当、百貨店が無実的に休業してるところがあるってことは、もちろん生鮮食品とかも、納品してもらうのを止めてるのに、営業していいって言われたら今度また「どうするの?」ってなるし、いろんなところとね、まあ、横のつながりで決められた休業が開けていいとか言われたら困りますよね。やっぱりその社会的責任があるから、だからもうダメならダメってはっきりしないと。で、それと、あと、やはり、こもだそういうふうに、緊急事態宣言ってそういうことだということなんですよ。だから、その私権を制限するんだったら、法的根拠はなかったら、本来それこそが人権の侵害だということね。なるほど、なるほど。だからなそるのほたど。めに緊急事態宣言という宣言をするわけですから。だから逆に言えば、宣言をしないでやったらね、これ日本的に考えると、まあ別にお願いだけして言うことを聞いてくれて、目的を果たせればいいじゃないかって考えると思うんですけど、それはまあ日本的な発想でわかるんですけど、本来は法的な根拠がある宣言を出して初めてやらないと、それこそが人権の侵害になるという考え方になるわけですよね。で、それが、なるほど。一点。で、そのためにやる。で、そして、そういった宣言をするということは、権限を与えるということですから、もっと普段はない権限を期間限定で与えるということですから、そうしたら今度その権限を行使しなきゃいけない。じゃあそれは自治体ごとに行使するということですね。もちろん、首都圏なら首都圏で足並みが揃ってるっていうことは、まあ、できたらその方がいいですよね。じゃあ、飲みたい人みんな千葉行こうぜとかね、なったら困ると。だけど、でもね、足並み揃えるのに時間かかってて、ずるずる遅れてたら意味ないんですよね。やっぱりそれはもうそれそうぞでれすよが、ね。独自判断で行くと。で、できれば足並み揃えるということですよ。そこを履き違えたらいつまでも、ずる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 、どうするどうするとか言って時間をかけちゃったら、ダメだっていうことなんですよね。そういうものだっていうことですよ。そういうことはやっぱり、基本的には分かっていない。で、やるとなったら、わざわざ宣言出してやるってことは、これ非常事態ですから、その時は本当に強権発動しなきゃならないっていうことなんですよね。もうそうじゃないと意味がないっていうことですよ。
だから K1 イベントみたいのがね、なんか出ててね。で、だから K1 イベントで止められなかったらもうどうしようもないじゃないですか、だって。そうでしょ。いあやれはだもうかあら、の時にね、よく分かりましたよね。だから、それが結か、局、そういうことか。まあな特るほ殊どなね、な。団体の人たちだったとしても、何でもそういうことあり得るわけだから、それも止めなきゃなんないですよ。だからやるで、ときはもう躊躇なくできなきゃ意味ないですよ。で、K-1 イベントの人たちをかばう意見もありましたし、ね、あ、今あんなたくさんの人でね、集団で何をやってるんだっていう意見も、もちろん反対意見もありましたけど、それが割れること自体が、日本の緊急事態条項が全く定まってないから、非常事態に対応できてなかったっていう表れなんですね。つまり、だからそ意れ見が、をもし海外から見てたら、日本政ね、府頼りないと、あいつら政府としての役割果たしてないってことになっちゃうわけですよ。だから日本人本は当一で生す懸命優よ。しくやってるつもり、お願いベースで。ね、で僕たち怖くないよ、怖くないよって、国家がなんか一方的に人に命令するようなことはしないんだよって、昔と違うんだよ、怖くないよ、怖くないよって一生懸命やってるつもりで、世界から見たら、こいつら分かってねえってことになるわけですよ。何考えてんだと。非常事態の非常が分かってねえってやつですね。そう、法治国家じゃないだろ、お前らってことになるわけですよ。だから一あ、見法治国家のようで、法治国家ではないというのが、まあ日本の姿なわけですよ。だから憲法改正もできないということなんですよ。本当そうですね。で、これを世界に露呈してしまったんですっかていうら、ことです。まあ東日本大震災の時にはもうそのね、統制の取れた姿がすごくこう世界一の民族性があるってこういうふうにこう褒められましたけど、まあ、テロとかね、そういうこともこれからいつ起きるかわからない、またこういうね、感染症の、またね、二の舞三の舞もあるかもしれないのに、いや、絶今の対あまるでましでょうね。はこれは日本はどうなることやら。いや、それでね、ちょっともっと言うと、ちょっとまあ、語弊を恐れずに言うとですね、教えてください。地震とかって、わかりやすいでしょ。だって。もう地震が来たら、まあ、それは神戸でもね、東日本でも、もう、地震、っていうのはもう迷う余地ないじゃないですか。全然。もう、まあもちろん神戸の時はね、なんか左巻きの市長が自衛隊のね、出動要請をしなかったとか、もうあっけんのわかんない。もう、本当だってもうそんなことしたらもう引きずり下ろして、もう本当革命が起きても暴動が起きてもおかしくないんですけど、そのためにまあ自衛隊の出動が遅れて、多くの人命が失われてしまうと。まあ、それも異常なんですけども、まあ、東日本の時はね、その反省もあって、まあ、すごい勢いで自衛隊が行ったと。で、でもね、そう、地震っていうのはすごくわかりやすいですよ。でしょ？分かりやすいですよね。確か建に。物が壊れ自て、然ああ、で災も害ですね、自然し。災害で、いや、これはもうわかりやすい、迷う余地ないんですよ。で、だけども、今回のような時っていうのは、今回みたいなのってもう本被害当のにね、拡大がどこまでがピークかも分からない見し。えないんですよ。ですよね。だからこそ、だから今回ね、世界から見たらありえない対応するっていうのは、そういう目に見えない、非常に予期できない事態、把握しにくい事態なんですよ。だから、その弱点が思いっきり露呈してるっていうことなんですよね。僕に言わせれば。で、特にね、またこの、武漢ウイルスっていうのが、僕、これ、この間のチャンネル削除の討論でも言ったんですけど、もうこれね、もう分かりきったことだと思ってたらね、意外となんかこう、分かってないというか、未だにね、いや、大したウイルスじゃない、騒ぎすぎだとか、その、
インフルエンザと変わんないとか、たちの悪い風邪に過ぎないとかって、そういうことを言う人がいまだにいるんですよね。で、だけど、根本的に違うんですよ。これはね、この武漢ウイルスっていうのは。で、そこにすごく大きなトリックがあって、で、これはですね、もうテレビにいろんな専門家か専門家っぽい専門家もどきの人が出てきていろんなこと言ってるじゃないですか。で、まあなんか無責任な、要するにイサースとかマースよりも致死率が低いとか、だからまあそんなに怖いもんじゃないけどもみたいな、そういう言い方をしてる人いっぱいいましたよね。だけども、まあ、数少ない本当の専門家っていうのもいて、クラスター対策班、政府のですね、厚生労働省の、クラスター対策班を指揮している東北大学の押谷仁教授がですね、結構もっと早い段階で、これはインフルエンザとかとはもう全然違うと、同じような扱いないと。これ非常によくできたウイルスで、油断させておいて悪さをするってことを言ってたんですよ。で、それね、すごく重要なポイントで、もうその時に非常にハッとしてですね、まあ、下西先生に直接質問したかったんだけど、まあちょっとできなかったんですけども、その意味っていうのが今はっきり分かってるわけですよ。で、それはだから、無症状の患者さんがそう多いでです。すもんね、最初は。そうです。だからみんなね、だからその、8割ぐらいは大したことにならないとか、なんかこうね、そっちの方に目を捉えちゃってね、だから大したことないとか、だから SARS とかに比べると大したことないとか、いや、季節性インフルエンザでもっと人が死んでるとかって、それも完璧にはめられてるんですよ、このウイルスに。だからみんな油断するでしょ。で、だから、その気がつかないんですよ。把握できないんですよ。SARS っていうのは、今回のウイルスを一番最初に、科学的に分析したのが、おそらく、上海の、上海復旦大学っていうところの研究チームが、調べてるんですよね。これは、1月の上旬に。で、その時に、89.11% だったかな。SARS と同じだと、ウイルスがね。でも残りのなるですほど。ね、配列10%はが。ですね、違うということだった。っていう分析されてるんですよ。で、だけど、じゃあ SARS との違いとは全然違うというのを押谷先生は言っていて、SARS の場合は、すっごい、あれ SARS っていうのはもうシビアっていう、S はシビアなんですよね。だから、要するにもう急激に悪くなる、もうすごい強い、毒性が強いわけですよ。なるほだど。から、だから、感染したら症状が出るのが早いわけですね。早いし、それがまたきついんですよ。だから、すぐ分かるわけですよ。これやばいと。ということは、その感染者を見つけやすいでしょ。だから、すぐに隔離で、する。まあ、感染者本人も出歩けなくなるってことですね、つまり。出歩けなくなるし、出歩けなくなるし、見つけやすいでしょ。だから隔離しなやるすほいんでど。すよ。そうすると、そうあでるす意味ね。封じ込め対策は、しやすくなるわけやでりすよ。やはっすいきり方見えだるから。ということですか。なるほど。だから結果として、非常に凶悪なウイルスということですけども、その全世界での死者というのは、774人というふうに言われてるんですよね。全世界でです少よ。なくなってるんです全ね。世界で774人って言ってるんですよ。ところが、それよりも全然弱いと言われている、このコロナ。っていうのは、一見弱いから、それから、無症状の人がいる。感染してるのに。で、無症状感染というのがどんどん出ちゃう。無症状だから分かんないから歩き回って、本人自覚ないままに、どんどん感染させていく。という、そういうことが起こってしまう。で、要するにステルスですね。要するに見えないんですよ。ね、死者が10万人に近づこうとしてます。もう10万人いたのかな。そう。だからそのね、774人対10万人って何なのってことですよ。本当でそうすでしよょ？ね。で、それで、
それでね、いや、大したウイルうん。スじゃない、大したことないとか、季節性インフルエンザでもっと人が死んでるとか、たちの悪い風邪に過ぎないとかって、そんなこと言えるわけないじゃないですか、それは。これは、だから逆にそういうふうに目くらまししといて、油断させといて、思いっきり拡大感染しておくと。それが、まあ、押谷教授曰く、ウイルスの、生存戦略としてはベストだというわけですね。そうでしょうね。確かに。で、それだけ大きく広がっちゃうと、当然分子も大きくなりますから、だから致死率が低いとは言ったって、世界で10万人たくが死さんんでのしまう方という。々が亡くなってしまうんですね。だからなもるのほすごくど。巧妙によくできたウイルスなんですよ。だから、そとのて本も質をね、普通見の抜かなきゃ風邪いけとないかという、同そう。じようなことをね、インフルエンザと変わらないとかっていうレベルではないですものね、もそう。だう、から、その被害状況を見たらね。ここで僕は自分のサロンの人には繰り返し言ってるんですけども、その単純な思考でね、ここで試されてるっていうのは思考力で、単純な思考でね、SARS の致死率が何パーセント、10%、MERS が30%、ね、で、この新型数コロ字ナをウイ見ルてスね。はなんか、ね、なんか2点何パーセント、だから弱いですって、それね、もうすんごい単純な、このシンプルな思考なんですよ。でも、そんなにね、弱いんだったら、ちょっとたちの悪い風邪ぐらいなんだったら、武漢という大都市、1000万人以上の大都市を完全封鎖すると思うかってことですね。そして、あんな医療崩壊本当すでるかすよどうかっね。ていうことですよ。おかしいでしょ、だって、そうしたら。説明できないですよ、そうしたらね。だからそこには、何らかのロジック、隠されたロジックがあるはずだと考えなきゃいけませんね。絶対だから、単純に、その致死率だけではない、何らかのメカニズムがあるはずだと考えなきゃいけないわけですよ。それがクリティカルスティンキングっていうことなんですけども、それずっと何だろうと思ってたら、それがイタリアとかスペインだとかで、バーンって今アメリカでも爆発して、それではっきり分かった。まあ、押谷先生は分かってたわけですけども、すでにどん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 その無症状で広がっていって、ある日突然ドーンと行く。と、ドーンとその爆発的に拡大する。2、3日で倍になるみたいなね。そうなると、医療崩壊を起こしちゃうんですよね。で、医療崩壊起こっちゃうと、今度もう収拾がつかなくなって、医者も感染して死んじゃう。看護婦も医者も感染して死んじゃう。で、救える人も救えなくなる。そして、他の病気の人も面倒見れなくなって死んじゃう。というようなことが起きると。そうやって、瓦解してしまうという、非常に恐ろしい状況に陥る。だから、ちょっとたちの悪い風邪だぐらいに言われていたウイルスに、そんな恐ろしい能力があったと、そういうメカニズムが存在したっていうことなんですよね。これは本当に、だから世界の経済も考えられないような大恐慌に陥る恐れがあるわけでしょ。だから、それぐらいの破壊力があるということ。だから、これは本当の、まさに、まあ、戦後最大の危機というふうにね、言われますけども、まあ、戦争に匹敵するような、まあ、脅威なわけですよね。で、それに接したときにですね、そういう地震とかじゃなくて、こういうものに直面したときに、本当にこの日本の弱さというものが露呈したわけですよね。危機管理はできないということがもうはっきり分かったわけ。だから、地震のときはね、まだみんながブワーって言って、ものすごいね、協調の精神、協力の精神でね、みんなでね、さすがもう、そうです絆、ね。そう、で、世界からも、すごいな、日本人って危機管理能力あるんだな、というふうに思われた。でも、それは、地助け合いの震っ精てい神うがあってのは、ね、確かに被害が一部ですから、日本全体が地震にの被害に遭うってことはもちろんないですから、その一部のところに全員の手の差し伸べがあるので、救えるためにね、自衛隊の方も頑張ってくださったりとか、そういう部分ではすごく優秀なんですけど、こういうふうに世界中が、こういうふう災に、要するに、厄はっにきりね、見と、舞われてますから。
そう、地震っていうのはさっきも言ってるように分かりやすい。でも今回のように、分かりにくいものっていうのはものすごく思考力が試されるわけだし、その未知のものでしょ。未知のものに襲われる、後ろから襲われるっていう状況。だこの時に本当にその危機対応できるかっていう、その強靭性が試されるっていうことなんですよね。だから、要するに、正しい情報っていうのは最初の頃は基本的にないわけだから。わかんないわけで。まあ極めね、てそうですよ限ね、らなれかた、なそか、う。わからないことが多いですから、そうですね。しかもね、そこれでこでもね、日本政府の対応で、まあまあ、もう今言ってもしょうがないのかもしれないですけど、本当に遅かったですよね。いやもう本当にやばいぐらい遅いわけですよ。で、その一方でね、皆さんご存知だと思うけど、中国は、その中国共産党からの指令でね、もう世界中でマスクだとか、医療器具を買い漁ってたわけですよね。だから世界的にマスクがなくなっちゃったんですよ。マスクとか、消毒液だとかいろんなものがね。そういうことを彼らそう平で気すでやってね。くるんですよ。でね、今ね、最近ちょっとツイッターで回ってるけども、オーストラリアのスーパーマーケットで、ね、オーストラリアでね、中国人がね、なんて言うんだっけ、日本語で。赤ちゃんに飲ませる、そのミルクですね。粉ミルクか。あれ、ご存知の通り、中国ではその粉ミルクの、クオリティがむちゃくちゃ悪くて、悪いっていうかもう有害で、なんか工業製品みたいなのが混じってて、で、たくさんそうです死んじね。ゃったりとか、大変なことになったわけですよ。だから中で、国人事は、件がありましたから、中国の人たちが中国製を買いたがらないっていうのは聞きました。そう、だからもう信じてないんですよね。そうそう、メラニンっていう、その建築用のですね、物質メラが、ミンですね。そう、メラミンか。で、それで、だから、オーストラリアから、その非常にクオリティのいい、そのミルクをで、粉ミルクを大量に買って、持っていくと。どん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 中国に送るっていうことをしたんですよね。で、それを、あまりにもひどいって言うんで、個数制限とかを始めたんですよ。一人一個とかね。で、そしたらどうするかっていうと、今度は、シンジケートというか、組織だってね、入れ替わり立ち替わり行って買うってことを、今度は中国人が始めたと。で、それを見て、オーストラリア人のおじいちゃんが注意したらですね、その中国人の若いやつが、激怒して、そのおじいちゃんを突き倒したと。そういう事件ああ、が暴起きた力んですで。けどね。だから、そういうふうに、だだその要するに、騙される方が悪いと思ってるから、だから、そのミルクでも何でもね、もうどん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 そう取れるものは取っていっちゃう。マスクだろうと、なんだろうと、それはもうどんどん持っていっちゃうわけですよね。で、そういうことやるって分かってた台湾だけがそれを止めることができたっていうことですね。だから、そう、だから危機対応っていうのは、そこまで考えなきゃならないっていうことですよね。だから、医療的なことですね、貿易的なことってことも考えなきゃいけないし、同時に、どさくさに紛れてというか、そういうことをやる連中もいるということ、それを止めなきゃいけないということね、考えなきゃいけないわけですよ。でもね、そういう相手に対して、わざわざ100万枚もですね、マスクをわざわざ送った、ね、知事とかいましたよね。そう。だから、もう、どうしようもないですよね、それはね。で、それでで、も山岡さんのね、おっしゃったような、しっかり強権の発動できる緊急事態条項が作れて、でそれがちゃんと政府から各都道府県知事にしっかりその、
権力が渡されるっていうふうになったら、もうあんな知事さん選んでる場合じゃないですよね。いや、もうそうです。で、知事選それとかで、も投票率上がるんじゃないかな。いや、だからやっぱりね、国民が真面目に政治家選ばないと、やっぱり大変なことになるっていう本こ当ですとよ。なんですよ。そう。で、それでね、で、なんでこんな話を長々としてきたかというと、結局ここでその国家としてのあり方、ね、国家としていかに脆弱かということがもうはっきり分かったわけでしょ。というか、分かんなきゃいけないですね、国民もね。もう、なんとなくじゃなくて、いかに、もう本当に脆弱かということを、もうこの国民がよく認識しなきゃいけないんですよ。で、そして、やはりこの国のあり方ということを変えていかなきゃいけないんですね。いや、それは、じゃあ、緊急事態のですね、元となっている特措法はあるんですけど、それも改正するならするですね。さまざまな、ものを、見直すという、もうこれ以上はない学習の機会なんですよね。で、そういった、根本的な危機管理能力、危機に対して毅然と立ち向かう能力、姿勢というものがないということが、ね、この何十年も経っても拉致被害者を取り戻せないってことにつながってるわけなんですよね。いや、もうおっしゃる通りですね。本当にそうだと思います。だから、僕も、今山岡さんがね、お話しされたことを実際に、佐藤正久、髭の隊長の佐藤正久さんも書かれてまして、緊急時に政府が統制指示しないとバラバラになりがち、中国や北朝鮮は見ていると。で、改めて緊急時の法体制や制度が整っていないかを痛感。山形は県境での県をそれぞれ自己防衛開始、見直し含め法整備が必要と。もうその通りなんです。いや、もうその通りなんですよ。本当だ、こにれ、自己防衛も大事なんですけど、国家の防衛を国民がいざとなったら一丸となれるためには、強権っていうのは必要なんですよね。そうです。そで、こまあ、でこれ、ブレなくても済むわけですよね。議論してる暇なんかないんだから、そんな時は。そうです。佐藤先生はね、自衛隊の方だから、だからその安全保障とか危機管理という観点が常に当然あるから、だからこういうことが、しっかり本質を見抜かれ分てかっます。てくれてるっていうことなんですよね。だからそういう政治家を選んでいかなきゃいけない。で、それが分かってない政治家はやっぱ落とさなきゃいけないっていうことなんですよね。そうですよね。で、今この佐藤議員が言っこうているようなこ方とがは、どんどん増えるとね。これ全然右でも何でもないですからね。これはね。いや、本当に全そうで然、す。当たりこれ前のがことなんもで。う、世界基準ですから、いかに日本がずれてきたかっていうのの、またまざまざとそれを今回のコロナで皆さん痛感したと思います。で、またこれが拉致被害者を取り戻せてない国なんだなという、本当に本質がよくよく分かりました。なんかそう、だ政から治そ、家のせいそう。にね、してられないですよ、これ。やっぱりいや、私だたから、ち。政治家の選び方からして、もう、我々全部やり直さなきゃいけないし、だから、だから今回の、コロナの件での、このいろんな批判はもちろんあるけれども、だけど、そこはね、その表面的なことで、例えば、サプライチェーンを中国に依存するのは危険だなってさ、その通りで、それを取り戻すっていうことは、重要なことなんですけども、ただ、それはね、表面的なことでは、それは当たり前のことですけど、やらなきゃいけないんですけど、もっともっとね、根本的に日本という国の弱点、脆さということを、見直さなきゃいけない、学ばなきゃいけない、そういう機会なんですよね。
で、それがやっぱりないということ、ずっとそういうこと、その本質的なことをおろそかにしてきたということが、拉致被害者を全然取り返すことも全くできない。トランプ大統領に、お願い、言ってちょうだいってお願いするような、まあ、超情けない状態に陥ってるってことの、その根本にあるっていうことなんですよね。だからまあ、非常に、そういうことを言うとあまりにもね、その根本的な話になっちゃって、じゃあ、どうするんだと、その実際問題、もう本当時間がない、その拉致被害者の方々も高齢化してるけれども、その親御さんたちはもう本当にもっとね、ご高齢でね、もう本当に時間がない状況になってるということですよね。でも、ここまで本当に何にもできないできた理由は何かといったら、やはり日本がそういう国家として、非常事態ですね、に対応できる国ではなかったということに尽きるんですよね。だからそれはもう、そこから本当に見直していかなきゃならないっていうことなんですよね。そのもちろん今現在、その拉致被害者取り戻すためにどういうことができるかって、私は常に考えなきゃいけないし、できることは全部やらなきゃいけないんですけれども、しかし同時にですね、その国自体のあり方をきちんと、その見直していくっていうこと、これを本当にもうやらないとですね、その国自体がその持たなくなるっていうことですよね。で、今度ね、本当ですね。このまま見直さないままっていういつもの調子の日本でいると、どんどん弱体化していく一方ですね。このコロナのことで学んだことを無駄にしてはいけないですよね、皆さん。そうなんですよ。だからね、まあ、これだからそういう意味で日本にとっては、特に大きなウェイクアップコールなんですね。で、これからこの皆コさロんナがが、ね、今他人事って思えない状態になってる今だからこそ真剣に考えれますよね。そうなんですよ。まあ、じゃあそういう機会ではあるっていうことなんですけど、で、こっからですね、問題は、この病気との戦いっていうのはもちろん重大な問題なんですけれども、それだけではとどまらないんですよ。で、どういうことかというと、結局、このコロナの問題っていうのはですね、まあ、もちろん、一つは、この後の経済的な打撃っていうものは世界的にね、もちろん大変なことになって、で、それが原因の死者ももちろん出てくるでしょう。そういうこともあります。しかし同時にですね、この世界のあり方、世界情勢っていうことを、見ると、今度はまさにこのウイルスの大元である中国、ですね。すると本気でその中国と戦う気になったアメリカとの、この米中のせめぎ合いというのがね、これまでね、なんかね、びっくりするのはね、その米中の対立はね、単なるその貿易戦争だと思ってる人がいるんですよね。もうその貿易上でいろいろ締め付けたりしてるってことは事実なんですけども、本質は世界覇権をめぐる戦争ですから。それはその経済面、貿易面で、顕在化してるってことに過ぎないんであって、本質は戦争ですから。そして、これが、もう今回のコロナの件で、もう決定的にですね、もうその対立ということが、もう表面化する。もう全然作ろうえない。作ることはもう全くできなくなるっていうですね。状況になっていきます。で、中国っていう国は本当に恐ろしい国でね、今回、まあ、自分たちがこういう問題を起こしておいてですね、だけど最近ね、武漢はもういいですみたいな言って、もうなんかもうまた解放しますみたい我なね、々は克服したみたいな 今から克服皆しさんをた助みけたいまなす言っみたいて、にね、なってますね。で、それで、
そこで、ここはもう日本とはもう本当に対極なんだけれども、今度は自分たちが世界を助けます、なんて言ったね。今度、人のとこから散々ものすごい何十トンっていうマスクや医療用品を買い漁っておいて、で、今度はしれっと、いや、中国は海外、外国、困っている外国を支援する国です、みたいなこと言ってるでしょ。で、もちろんね、それで送ってきたマスクはひどいクオリティだと。例えばフィンランドも送ってきて200万枚見たら、クオリティが全然、医療現場で使えるものじゃなかったとかね。あれ、どこでしたっけ？バングラでしたっけ？パキスタンでしたっけ？N95 だったっけ？マスクを頼んだはずが、来たら、下着から作った、マスクだったとかって、ああ、そうでしたね。本当かはよっい、はていい。う、本当かよって思うけど、でもまあ、いろんなそういうこともやらかしてるんだけれども、だけど、例えば、スペインなんかですね、行って、医療チームを送って、ガンガン助けてると。そしたら結構多くのスペイン人が、いやー、中国に助けられたよね、よかったよね、なんて思っちゃってるらしいんですよね。で、だからそういう、それはだから中国のまさにその戦略であり、プロパガンダなんであって、だ結局、中国なしにはやっていけないと。中国に助けられた。中国を悪くは絶対言えない。中国は仲間だ。というふうに、いや、もっと言えば中国はなきゃやっていけないというような国を作っていくっていう戦略なわけですよ。一方で中国はだからそういうことをやって、で、自分ってこういう、とんでもない災難を起こしておきながら、自分たちの覇権拡大に利用するという。これもう日本人が、ね、逆立ちしたって思いつかないことですよね。で、そういうことをやる。で、まさにその放火犯に感謝しちゃうってことがね、実際起きてるんですよ。で、その一方で、もちろんアメリカも、あとオーストラリアもみんな結構もう怒ってるわけですよ。とんでもないと。で、これがやはり、その中国、やっぱり中国の覇権は何が何でも抑え込まなきゃいけないっていうことにつながりますから、でも中国はもう生き残りをかけてですね、自分たちの覇権拡大ということをこれからもやっていく。まあ習近平はそれをしなかったら自分の命がないということになりますから。だからそうなると、このコロナの問題がね、その病気の問題だけで終わらなくて、本来であれば、このコロナというこの新型コロナウイルスに対して世界中が一致団結、それこそ日本人が大好きな絆でね、みんなで一致団結して戦い抜こうなんていう、それがあるべき姿ですけど、ところが実際には世界二分割になっていってしまうわけですよ。もう中国についちゃう国々と、それからやはり中国が危険だとする国々と。で、だから、その時に、そういう世界構造に必ずなっていきますから、だからアメリカは今、台湾との連携をどん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 強めてますよね。で、その時、日本がその世界構造をまた理解、まあ、日本の政治家はもうこういうこと言っちゃいけないけど、そういう世界情勢を理解、積極的に理解していく人って少ないじゃないですか。だから、わかんないでぼーっとして、いやー、やっぱり経済は中国だよねー、みたいな感じで。ああ、中国元気になってよかった。また中国で商売できるよねー、とか。そんな感じでしかなかったら、まあもう、日本という国は、もうどうにもなんないですね。もともとね、そういう弱っちい国なんだけど、それでも戦後しばらくね、例えば80年、まあ、90年代の初頭ぐらいまで存在感はすごくあったわけですよ。やっぱアジアナンバーワンの国だったんですよ。それはなぜかといえば経済力が圧倒的に強かったからなんですよ。でも、その経済力がガタガタガタとこの20年、30年でものすごい落ちたわけですよ。で、そうしたらやっぱり日本のステータスものすごく落ちちゃったんですよ。これ、海外から見てるとすごくわかるんですけどね。で、
だから経済が強いからっていうんで、こんな、まあ、よたよたな、まあ、国家と言えないような国だったんだけれども、まあ、やってこれたんですけども、まあ、今、経済力も弱くなってね、で、そういった世界構造の変化というものをちゃんと理解して、ついていけなかったら、まあ、袋叩きになるでしょうね。もう本当に。だそういうきちんとした国家戦略というものを政治家の皆さんにはちゃんと持ってもらわないと困るんですよ。まあ、その中国の、まあ、チャイナマネーっていうものがすごい力を発揮したんですけれどね。じゃあもう、そういう積極的に、要するにこれまで日本はなんとなく受け身でね、すべてに受け身で、なんとなくこうだらだらだらと対応しながら、でも経済だけ一生懸命、ビジネスだけ一生懸命頑張って生きてきたっていう、そういう、まあ、のらりくらり戦略でやってきた、経済最優先、のらりくらり外交でやってきたんですけども、ちょっとね、もうそういうものも通用しない。ここで、ボケーっとね、いや、アメリカも大事だけど、中国さんも大事だから、みたいな感じでやってたら、まあ、とんでもないことになるでしょうね。で、そこも、だから、病気の問題では終わらないっていうこと。それを果たしてそうどれでだすけの、ね。政治家の皆さん理解してるかなっていうことなんですよね。ちょっと非常に不安なんですけどね。いや、本当に不安ですよ。国賓来日も習近平さんの延期となってましたから、果たしてそう。またそれまた一生懸 命やる収とかっ束して言いたからねないすでしるんでしょうょ？かね。その時世界はもう以前の状態とは違うんですが、だからね、まあ、やっぱりこう、その安倍さんを、まあ、その何が何でも擁護したい、弁護したい人たちもいるんですよね。だから、その別に批判するだけじゃなくて、応援するところは応援する。で、やっぱり批判しなきゃいけないときは批判しなきゃいけないわけですから、やっぱりここは誰が首相であっても、是々非々でやらなきゃいけない。ですよね。で、なんだけれども、もうとにかく何が何でも、その安倍さんを擁護したい、弁護したいっていう人もいますよね。そうすると、習近そう平ですね。を、習近平国賓として呼ぶっていうのは、その中国の主席をその国賓として呼ぶっていうのは従来からのことでね、まあ、一つの外交プロトコールとしてあるから仕方ないんだとかって、いうことも。を言う人いるんですけども、でも、それは、もちろんね、それはそう事実ですね、その通りですけども、しかしその上で総合的な政治判断っていうのをしなきゃもちろんいけませんね。だから、その従来からの流れからしたら、アそれメリは、カが、アメリカが、すごく中国の人権問題なんかも、もうこのコロナの前から、すごく人権問題に対しても鋭い、言及してたんですけれども、それはオーストラリアなんかでも一緒ですか？オーストラリアでも中国の中にある人権問題については、結構政治家の方ははっきり問題があるじゃないかということをおっしゃられるんですか？ちょっと一瞬待ってください。マイクロフォン変えるんで。あ、はい。もしもし、聞こえます？あ、はい、大丈夫です。それはね、でもオーストラリアっていう国も今度、本出すんですけど、サイレントインベージョンっていうね、オーストラリアで、ま、中国の浸透工作がどういう手口で行われたかっていう本が出されたんですけども、出るんですね。それの、日本語訳ね、をやっと出せることになって。もうそれはやっぱりもういかに中国という国が恐ろしいか、今中国は何をやってるかということですね。で、それそうなんを、ですね。で、それをですね、告発した本があるんですよ。「サイレント・インベージョン」っていうね。へえ。
で、それはある学者がクライブ・ハミルトンという教授が書いて、それが本当にそのオーストラリア社会に対して、まあ、の警告の書となったんですね。でそれを、なんとか訳して日本に紹介しなきゃいけないと思ってて、でもまあすごく時間かかってしまってですね、で、まあ、あるですね、地政学の先生がですね、訳してくれたんですけども、一時訳してくれたんですね。で、まあ、ご本人あんまり名前を出したくないみたいなんで、まあお名前はっきりと言いませんけど、まあここで仮にですね、奥山さんって言っときますけど、その奥山さんが訳してくれて、で、それを僕が漢訳という形で、まあ、見直してですね、で、やったんですよ。で、それでですね、それやっと、僕の漢訳がちょっと前に終わってですね、で、まあ、ゲラを待ってる状態なんですけれども、すごいですね。で、今月中に本来出るはずだったんだけど、なんかいつの間にか5月にずれ込んでるみたいなんですけど、なんかコロナの影響もあるかもしれないですね。そうですね。だからその結本構を、印刷業界もなんかね、皆さん遅れが出てるって聞きます。それもあるのかな。だからそ楽しれ、みですね。それはオーストラリアで結構なんていうんですかね、爆発的な影響があったんですか？もうそこから変わったっていう感じですね。そうですか。ぜひぜひ読みたいです。で、それ、今ミントさんが挙げてくれてますけど、ねえ、ミントさん書いてくださいました。で、これ、ちょっとタイトルはね、これ変わる可能性がありますけども、なるほど。もし、これ乗っ取られたオーストラリアっていうふうなタイトル、これ編集部がつけてるタイトルですけど、これ完全に乗っ取られたわけじゃないからっていうことで、その著者のクライブ・ハミルトン教授からですね、ちょっと変えてほしいという要望があったそうなんですよ。だからちょっとこのタイトルは変わるかもしれませんけど、まあ遅くても5月中には発売されるはずなんですよね。で、これ楽はしね、みちょっですね。と、僕もこの本、まあ結構やっぱり漢訳するのも大変だったんですけど、この本を持ってですね、やっぱちょっと永田町を回ろうと思ってます。やはり、そうですか、です。その政治家であるならばですね、まあ、官僚でもそうですけど、やはりこれは分かっててくれないとダメですね。こういうふうにやってくなるるんだほど。なっていうことなんですよ。で、オーストラリアはすごくやられちゃったんですよ、実際問題。で、そうでそすれ、ね、慰安婦問題でもね、結構チャイニーズ系の人がありましたありもまんしたね、もん過ね、去過の去ごの著書のご著書中ので中でも。も。で、やっぱりね、お金なんですよ、チャイナマネーで、もうガンガン買収もするしね。で、結構本当人はよく、まあ転びますよ、本当に。で、だからさっきのね、シェリーさんの質問の、じゃあオーストラリアの方では中国の人権問題に対して厳しい指摘はあったのかっていうことですけど、それはね、あんまりできなかったんですよ。それはやっぱチャイナマネーでもう完全に、もう首まで使っちゃってるんで、それができなかったんですよね。ただやっぱりこの本も出て、これいよいよやばいということに気がつく政治家とか、あとマスコミ、ここが違うんですよね、日本とね。日本と違ってやっぱりそのことを厳しく告発するマスコミがまだ生きてたんですよ。それから、よかった。やっぱりそのことをに気づいて、その厳しくその批判する、これじゃダメだと思って立ち上がる政治家もまだいたんですよ、オーストラリアは。だからその新たな立法もしたし、不十分ですけどね、立法もしたし、でそしてそこに、ここの
今回のコロナの件があったんで、もうガラッと変わってきて、やっぱこれやばいというふうなるに、ほど。変わってきたわけなんそうですですよ。か。いいタイミングで、いいお仕事されましたね。で、それは今度やっぱり素晴らしいです。でもやっぱ日本の政治家の発言とか聞いてると、もう全然分かってない人もいっぱいいるので、まあでも諦めないで、ちょっとこの本を持ってですね、ちょっと永田町を回って、少しでも分かってもらえるようにしたいなというふうに思ってるんありでがすたよいです。ね。ありがとうございます。そんなに安い本みんじゃなないでんアですマけど。ゾンの本、レビューレとかビューと書いかて書い応て援応さ援せさていせたてだいきただたいきです。たい。図書館リクエストとかもね、やりたいです。ぜひぜひ。今図書館ちょっとね、閉まってるとこ多いんですけど。そっか。でもとりあえいやいず、や、素結晴構らこれしいです。分厚い本なんですよ。結そう構なんですね。じゃ、いや、大厚い変でし本たで。ね。で、これはだから奥山さんも大変だったと思うし、僕も結構苦労したんですけど、でやっぱりねえ、時間がね、だい英ぶ語随の分かかっ表現たでをすよね。ね、やっぱし自然な日本語、できるだけ自然な日本語にしたいということで、でもまたこれからゲラのチェックがありますから、そこでまた直せるだけ、直しますけどね。でもこれはね、もうぜひね、興味のある方にはね、ちょっと読んでみてほしいんですよ。そう、392ページあるんですけど、ちょっとぜひ読んでみていただきたい。こういうふうにやってくるのかと。これはなるほど。超弦線って聞いたことありますか？超弦線。超弦線。どんな字でしょうか。超弦線の超は、超人の超です。なるほど。ですから、超人、なんだろう。で、スーパーマンね、要するにね、の超ですね。わかります。に、超えるってい超う字ですね。える、イッチーさんが書いてくれてるけど、そう。で、弦が超弦、弦線。そう、限限界界のの弦弦。ね、そう、に戦う。で、これは、もう、ありとあらゆる、さまざまな角度から、すべてのリソースを使って、戦争を仕掛けるっていう、新しい戦争のコンセプトなんですね。だからまさにそれに基づいてやってきてるんですね。そしてその武器を、それこそね、ある意味ね、やっぱね、さすが中国だなと思うのは、このコロナウイルスもこれ中国初でしょ？で、今回ね。で、だまくらかして悪さをするという、押谷教授が言うようにね。一見フレンドリー、そんな害がなさそうに来て、なるほ実はどな。すごい、もう破滅的な悪事を働くっていうのはもう一緒なんですよ。だから決して武器を使っていきなりなだれ込んできたりしないんですよ。それよりもむしろ、いやもうこれも変えましょう、あれを変えましょうって、こうしましょうとか言って、いやもうお金じゃ寄付します、これしましょう、あれしましょうってやってですね、浸透してくるわけですよ。そうするとみんな喜んじゃってですね、そんなお金くれるのか嬉しいな、そんなふうな補助金出してくれるのか嬉しいなとかですね、思ってたらいつの間にか完全に捕獲されていて、で情報だだ漏れ、全ての先端技術抜かれてる、で抵抗しようと思ったらもう今度は脅される。例えばこれオフステージも悪いんですけど、大学のキャンパスとかね、この間行ってちょっと見て回ったら、すごいビルがいっぱい建ってるんですよ。もうデザイナービルかみたいな、銀座の大通りのブランドのビルみたいな、すげえ綺麗なビルとかですね、なんじゃこりゃみたいな。で、それだから全部チャイナマネーで建ってるわけですよ。だそのそうです、だからその中国の特に中国人留学生ってのはドワッと来て、ですごい高い学費を払うわけですよ。
で、だからそのお金ですごく潤ってるわけですよ。で、だけど、そのものすごい数の中国人がですね、キャンパスにあふれるでしょ。と、今度、そいつらが何するかっていうと、もう教授がね、中国に対して批判的なことを言ったとか、天安門事件のことに触れたとか、あるいは、チベットやウイグルを擁護したとか、あるいは、共産主義を批判したとか、となると、もうその教授を吊るし上げたりするわけですよ。抗議したり。そういうことを始めるわけ。で、あそら、れはもち学校ろ側ん、にとってはそう、大それ事はな大大事事な、な大事中な国中国生生留留学学生生がが、そういうことを言う言うと、と、今度今度学校学校側は側は、その教その教授を授を守る守方るじゃ方なじゃなく、く、排除す排る除方すにる動方くにんで動すくんか？ですか？そうですね。だから、その結局、学問の自由という最も大事なものを売り渡しちゃうんですよ。で、それにね、ちょっと例えば、両親のある大学が反抗したりするじゃないですか。いや、そんな言論の自由を奪わせるわけにはいかないみたいなね。そんなことを言うと、じゃあもうお前のとこには留学生絶対送らないよって言って、で、一気に、例えば中国国内でのウェブサイトをシャットアウトされちゃうわけですね。で、それを、そうすると、例えばその大学に来るルートが遮断されちゃうわけですよ。で、中国人学生が来なくなるでしょ。そうすると一気に干上がってしまう。まあ、それまでそのお金の、パイプがなくなってしまう。そうするとその大学を青ざめて、で中国の言うことを聞くようになってしまうわけですね。だから、まあ、皆さんもその孔子学院っていうのをね、聞いたことあると思うんですけども、これ完全に北米ではもうスパイ機関って言われてるわけですよ。だけども、北米ではだからもうこれは閉じてるところが出てきてるわけですよね。完全に中国のスパイ機関だからということで。で、それ分かってるのに、オーストラリアの大学はそれを排除することができないでいるんですね。というのはやはり中国を怒らせたくないからなんです。だからそれぐらいやられちゃってるんですよね。で、まあ、日本なんてもっとひどいから、最近になってまたそうで新しすくできね。たりしてるからね。まあ、だからお二人がこれだけやられてるってことは、日本ももっとやられてるっていうふうに考えるべきですからね。だからそのまさに中そっか、じゃあもう、国、中国とう中国まとうくまやくるっやてるっいうてい考うえ考方え方は、は、一切捨て一切捨て、てて、中国をい中か国にを排い除かすにる排除かっすてるいうかふうってにいうふう完に、全完シ全フトシをフ切トをら切ないらない限り、限り、依依存存はは終わ終わららないなんいんでですすね。ね。それはもうだから、これはもう米中の対決っていうね、構造がはっきりして、これは覇権争いですから。だから、どっちにつくかってことをはっきりしなきゃダメです。そうでだすからね。日本、これできこるれででしきょうるでか。しょうか。いや、だからそれがこのできないでダラ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 やってるわけですよ。で、この間の、チャンネルサクラの討論会で、水島社長がですね、予約してくださった方ありがとうございました。ADHD 会社員クリンさん、ありがとうございます。ADHD 大変ですけど頑張ってください。それで、水島社長が、この中国への忖度って一体何なんだと、もうそこまで、なんで中国に忖度して、中国人の観光客を入れるのをね、いつまでも止めないでね、もうどういうことなんだと言った時に、永尾隆先生がですね、非常に僕も懇意にさせていただいてるんですけども、がお答えになってですね、いや、実はそれは非常に単純なんですよと。それは日本にとって安全保障はアメリカ、経済は中国なんですと。
でもね、それはね、平時の時は、別に平時の時はそれでもある程度通用するんですけど、というのはみんな誰もかしこも、中国で商売したかったわけだから。だから平時はそれでもまあなんとかなるんですけれども、しかし今そのアメリカと中国が本気でもう戦う状況になってるわけですよ。ね、でその時に安全保障をアメリカに完全に依存してるわけでしょ。でだからそれで、要するに自力で防衛できないわけですからね、日本はね。その状態でアメリカの敵で、完全に敵となっている中国に、経済はこっちが同盟ですなんてことをやったらですね、まあ、もちろんその中国本当経済で自す体よも、ね。中国経済自体もガタガタになってきてはいますけれども、そこで、いやでも経済は中国だからなんていう態度を取ったら そりゃもうとんでもないことになりますよ、それは。まあ、裏切り行為、露骨な裏切り行為になっちゃうから。だからまあ長尾先生がおっしゃったのはまさに、そういうふうに財界人は考えてるんですよ、本当に。だそなれるほど、をなな、るほど。長尾先生はおっしゃったわけなんですけど、だそれはもうやめないと。別にそれはその何も中国にいきなり喧嘩しろとかって言ってるんじゃないですよ。だけどもその自分たちの態度、立場、どこに立ち位置を置くかってことは明確にしないと、とってもじゃないけど生きていけないですよ。その中国の支配下では日本は生きてとてもいけないですよ。もう本当にウイグル、チベットと同じになっちゃいますよ。わかります。中国人は日本人を虐待したくてしょうがないんだから。まあ、というわけで、そういう意味で、まあ、ちょっと長々と話しちゃったんだけど、そのコロナの話から始まったけいえいえ、ありがど、とうございました。この問題はコロナという病気の問題では終わらない。その背後にあるのはこの米中の対決というか、世界を二分する覇権争い、まあ戦争というものがあって、そういう構造があってですね。で日本はそこでなんかそのしれっと高みの見物みたいな、あるいはどっちつかずのですね、まあコウモリ外交みたいなことは、それはもう許されないですよ。そうですね。ということなんです。そういう構造をですいね、や、よくわかりました。もちろんね、分かっていらっしゃる方も、今日リスナーの方々の中には、もうそういうふうに把握されている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、そこまでは、まあ、認識していないという人が、政治家とか財界人の中にたくさんいるから、まあ、官僚とかね。だからやっぱり、まあ、その辺の人たちが分かってたら心配ないけども、分かってない人がものすごく多いですから、いや逆に中国の側につきたいと思っている政治家とかたくさんいますから、官僚もね。だからここは本当に日本の運命の分かれ道であって、で本そして当、その国運の分かれ道ですね。本当にそうでそすね。う、でそれでその拉致被害者を取り戻せるかどうかっていうのは、まさにね、まさにだからここがまた正念場なんですよね。だこれは何が何でも自由主義陣営の方についていってね、でそしてとにかくチャンスを狙って取り返しに行かなきゃいけないということで、その過程で日本が、まあ、まともなね、当たり前の国家に、なっていかなきゃいけないと。ということなんでよすよくわね。かりました。すいません、山長々本とさん、話しましたそうけど。いう意見が、毎日毎日ね、朝から晩ま朝からで、晩まで、こういこうういうコロナのコロニュナースのばっニかュりースばっ続かきりま続すきけまど、すけど、こういう山岡さ山んの岡ようさんのな、ような、芯をしんのついつた、いた、ね、報道報があ道っがたらいいあっのたにらいいな。のにな。まあ理やっ解ぱり者それがなを、いのは、
ねえ。そうですね、まあやっぱり日本のマスコミっていうのはなかなかやっぱりも弱いですよね。やっぱりやられちゃってるなっていう感じですよね。あで、やっぱりと、そ在の外最人初のなんか方を、に、在外人あ、ごなんめんかなさい。本当にもう中国にのめり込んじゃってる人がすごくね、あ、それです、それです。おっしゃるおっ通しりゃるです。通りです。なんでね、ねえ。まあちょっとそういう、より大きな構造があるということで、これはまあただ日本にとってはこの武漢ウイルスとの戦いということを契機に、まあ、国をやり直す、作り直すっていうですね、まあ、チャンスなわけですから、そういうふうに捉えてほしいなというふうに思いますね。ものすごものくす身ごにくな身るにおなる話おでし話でた。した。今私今たち私がたち何がをし何なをきゃいしけなきないゃいかけのないかのとか、とか、国が国がどう変どうわらな変きゃいわらけなないきゃいのけかとないかっのていかうのというは、のは、今日山子今日さん山の子さ話んのを聞い話てをいた聞いだいていたただ皆いさたん皆がさんこう、がそれこう、はもちそれろはん、もちろん、ね、もうね、微もう中微と中か、とか、体調体優調雅で優は雅ではないない方向に行か方向なきにゃ行かならなきないゃとないうらこないとというは、ことは、痛感され痛て感聞かされれたてと聞思かれいたまと思す。います。まあそういったわけで、そういう本も出ますんでね、それで、楽しみにしてま勉す。強会とかもやりたいと思ってるし、まあ本あ、当ぜひぜひに、ぜひぜひ。日本が変われるかどうかっていう瀬戸際なので、まあ僕も、まあ微力を尽くしたいというかね、この瀬戸際ですから、まあ、自分にできることよは、ろしくお願いします。しようというふうに思ってますし、まあ、特に、ありがとうございます。サロンにね、入ってくださってる皆さんはね、すごく、分かってくれてると思うので、やっぱりこれは人間の輪でね、一人でも多くの人が分かってくれると、まあ、一人一人の力はね、弱いように見えても、一人でも多くの人がやはり意識を変えていくことで、まあ、実際に世の中は変わっていくだろうというふうに思いますから、まあ、ぜひですね、一緒にありが勉とうご強しざていいたまだす。ければなと思います。こんな貴こ重んななお貴重な話をし話てくをださしていくまだした。さい今まし日た。山今岡日哲山秀岡さ哲んの、秀さんの、今こちらこちのらオンのラインオンサラインロンサのロンの日本国日本際国戦際略戦研略究所研の究所の URL を URL を貼らせていた貼らだいせてていまただいす。てます。ぜひごぜ参ひ加ごく参だ加さくい。ださい。もし気が向いたらね、遊びに来てください。まあちょっとで、長くなっちゃってごめんミなンさトい。さんがね、メールマガも貼ってくださいましたので、長くなっちゃいましたね。すみませんでした。お疲れですね。すみません。ありがとうございました。じゃあまた、ミコさんおも疲頑れ張ってく様だでしさい。た。皆さん遅くまでどうありもあがりがとうとうごござざいいまましす。た。じゃあまた次の機会に。お疲れ様でした。じゃあ失礼またし近いうちにお会いまできす。るの楽しみにしてます。こちらこそ。どうも。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさいませ。ありがとうございました。山岡先生、ありがとうございました。ちょっとごめんなさい。私が、多分山岡先生の方のボリュームがちょっと大きかったので、ハウリングしちゃったんだと思うんですけど、お話の、こう、なんていうんですかね、掛け合いのラグが結構あったので、すいません。ちょっとだけ音量を下げていただくように言おうかなと思いながら、悩みながら、結局最後まで言えなくてすいませんでした。山岡先生がね、新刊が5月に出るということで、訳してくださってる本ですから、日本人が読みやすいように、日本人の人に分かりやすいように、こう言葉も、考えてくださって、本が出ますのでね、ぜひぜひ参考にしてください。でね、ちょっとね、こんな URL も貼らせていただきます。でね、
今マスクがないっていうのを、もちろんね、中国共産党が買い占めをやってるっていうのもあるんですけど、これね、アメリカの大手のマスクメーカーも不眠不休の増産の体制をね、拒否してきてるんですね、今まで。というのは、過去に、過去の、こういうね、パンデミックに近い状態のものが起きた時に、マスク不足になって、増産体制に入った後、病気が収束すると、今度は1枚10セント約11円の国産マスクより1枚2セント各2円の中国製マスクの方がアメリカの国内でも売れてしまうという。結局、その一生懸命増産体制に入った会社は倒産寸前まで追い込まれたり、あと大切な従業員のね、150人を解雇をね、断行しなきゃならなかったりということで、結局その安物買いの銭失いどころか、安物買いで国産会社を潰していくんですね。で、アメリカの雇用が失われてしまったり、で、大きなね、痛手を受けてしまうぐらいなら、もういつか収束するために、すいません、いつかは収束するだろう、疫病のために増産体制に入ると、またたくさん在庫が残ったり痛い目に遭うということで、こういうね、難しい問題が起きてます。ということは、私たちがこれから、今日山岡先生の話も聞いて思ったのが、できるだけメイドインジャパンを心がけて買うこと、メイドインチャイナを排除、ね、なるべくあまり買わないようにすることっていうのも大事ですし、こういうことがあるから国内のメイドインジャパンの会社をね、大事にした方がいいよっていうことを周りに広げることも大切ですよね。で、例えば最初に武漢の封鎖が起きた時に、日本の報道マスコミが何をやってたかというと、中国人のね、お客さんが来なくなって、観光バスが悲鳴を上げてるとか、観光地が悲鳴を上げてるとか、その中国人観光客が来なくなった経済打撃のことばかりを報道してました。で、中国依存がこれだけ進んでしまってることを、これからは見直さなければならないっていうような報道は少なかったように思います。今月さん書いてるようにね、内需拡大にしっかり向かうことと、安物買いでも特段化しないと、結局は日本製メイドインジャパンを大事にするということを、今回本当に学ばなければいけないなと強く思います。ね、実際にこうやってアメリカでもメイドインチャイナで痛手を受けてたというニュースを今ちょっと最後に見ていただきました。そうなんやね、山の猫ちゃん、よかったね、日本製のマスクが売ってたんやね。来週のゲストが、こちらのちょっとね、お顔を出し NG なんです、孫興文さんにご出演していただきます。現在、日本国籍の取得中の中国人漫画家さんです。新しい漫画がね、発売されておりますので、ちょっと、タイトルがね、消えないでね。国籍を捨てた男が語る中国のヤバすぎる話という。ちょっとごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。戻れるかな。Kindle、Amazon で Kindle でも読めますし、
はい、電子版で読めますので、ぜひよかったらお買い求めください。ラジオですのでお声だけ、はい、お伺いしたいと思います。松清で5枚パックだったよ。そうなんやね。はい。最近孫弘文さんツイキャスもされてますので、ぜひぜひよかったら、チェックしてください。結構されてます。毎日のようにされてる時もあります。はい。孤高の反逆児さん。一回だけ注意しますけど、あんまりゲストの方々に、ゲストの先生とかに、関西弁のツッコミだと思うんですけど、あんまり、失礼なこと書かないように してください。なんとかやがなとかっていうツッコミね、わかるんですけど、ちょっと失礼に当たる時もあるのでやめてください。はい、注意しましたよ。もし次やったら、2回目はね、もしかしたらブロックもあるかもしれませんので、気をつけてください。はい、来週、孫弘文さんにご出演していただきます。来週もよろしくお願いします。泣かなくていいですよ。関西弁のノリツッコミって分かってるんですけど、なるべく丁寧に書かないと、周りの方は、そんな書き方したら失礼やんって思ってる人もいるんで、ね、気をつけて書きましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、では今日の、ダカキャス終わります。そっか、山岡先生のお写真に戻してから終わりたいと思います。もうね、今日本当に有益なお話たくさんしていただきました。別にね、日本のダメなところを特に今日お話ししていただいたんですけど、日本のいいところももちろんたくさん山岡先生分かっていらっしゃいますし、何よりもね、ああいう活動をされているのは日本をちょっとでも良くしたいと、日本をちょっとでも強く、ちょっとでもいい方向に変えたいというお気持ちから活動されてますので、ちょっとね、ここが日本がまだまだなとこだよっていうふうに言われたことをね、しっかり素直に受け止めて、ちょっとでもいいように、ちょっとでも拉致被害者が取り戻せる国になるようにということで、頑張りたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。
る。必ず